こんにちは皆さん、今日は5月の5日もう多分5月の5日、あ、そうだね、5月の5日だね。もうね、約1ヶ月ぐらいになるんだけど、一番最後に上げたビデオからもうそのぐらい経ってて、この1ヶ月いろいろあったんですよ。いろいろあったので、今私は自分のベッドルームにいるんだけど、エディソンお昼寝してるのね、ここで。で、ほんといろいろあったんだけどね、まず私ベッド売ったじゃん、ベッドフレーム。引っ越しすると思ってたから、日本に引っ越すつもりだったから、ベッドフレームとかさ、結構手元にあったの売ったりとか処分してて、でベッドフレームもうなかったのね、ずっと。でマットレスを床に置いて寝てたんだけど、毎週土曜日はうちの一番上のお兄ちゃんがマミーと寝たいって言うから、毎週土曜日だけキャミーは私たちのベッドで寝ていいことになってるのね。で、その先週の土曜日、普段通りキャミタンが私たちのベッドで寝たらさ、大漏らししちゃったわけ、夜に。で、まあまだね、7歳だから全然さ、全然ハプニングあると思うし OK なんだけど、もうさすがに私たちのベッド何年も使ってるし、でもちろんウォータープルーフのさシート敷いてたのにソークインしちゃったわけで、本当になんか私たちが使ってたマットレス、まあ何年も使ってるし、子供たちにアクシデントすごいされたしそうだから、もう無理と思って捨てたのね、そのマットレスを。だからさ、今エアーマットレスで寝てるわけじゃん。だからさ、本当になんかもう家の中の家具見るとどうしたのって感じなんだけど、私たちさ日本に帰る予定だったじゃない。本当は3月の半ばに引っ越しをする予定だったので、全部準備してて、もう気持ちも高まってて、荷物もパッキングしてて、で家にあったまだ使える家具とかもさ、もう必要ない、日本に帰ってまでは使わないだろうとかね、引っ越しのほら移動するのに、何その引っ越しで送るの、荷物送るのにもお金かかるから、売っちゃった方がいいとかね、処分した方が安いとかさ、そういうんでいろいろやってたのが2月の半ばじゃん。で3月の様子をね見てて、あ、このままじゃ絶対に引っ越し無理だからって言って、じゃあとりあえず6月まで延ばすかっていう話になったわけですよ。で3月って言ってたのは、その日本の小学校がさ4月から始まるわけじゃん。だからそれに合わせて子供を入学させたいなと思って、でこっちを3月に引っ越そうと思ってたわけよ。でしょ。で
まあうちの旦那の仕事とかもいろいろあったからね。じゃんって、まあそれが6月に延ばしの、今5月の頭なんだけど、絶対にこのコロナのさ状況が激早に良くなるなんてことはないと思うから、この6月に引き延ばしたのも見送らなきゃいけないなって思ってるわけですよ。で、オリンピックがさ1年数ヶ月ごとおきに引き延ばして、数ヶ月後を見てなんか判断しようとかいうよりかも、それ結構ストレスじゃない？ね、何ヶ月経って、だから何ヶ月おき後かにこう様子を見るって言ったってさ、なんか気が休まないというか、今の生活があるわけで、ね、今の生活をしながらその新しい生活に移動したいのにできないじゃん。で、そう、なんかストレスなんですよ、とりあえず。だからオリンピックがね1年間引き延ばしたかのように、いろんなものがさ中止になったりとかしているかのように、うちらも引っ越すのを1年半、長くて2年とかまで様子見しようか、見送ろうかって思ってるんですよ。っていう話はまた旦那としてて、でね、なんかさ、このね、日本に帰りたい、日本でやりたいことがあるとか、なんかそういうのにたどり着くまでが、すごい時間のかかったことで、で、やっと何かが違うってあってさ、自分だけじゃなくて家族のこととかもなんか違うんだよね、この生活みたいな。じゃあってさ、外うるさい？車が通ってるからうるさいかな？なんかなーっていう毎日で、で自分に問いかけまくってさ、こうなんじゃないか、なんじゃないか、こうした方がいいんじゃないか、自分は何がしたいんだとかさ、何が好きなんだ、どうなりたいんだとか、なんかそういうのを何ヶ月も自分に問いかけてさ、でやっとこう何か目標ができたじゃん。でそれがさ自分のせいとかじゃなくって、こうこの非常事態みたいな、非常事態、異常事態、この異常事態でこう食い止められる、何もできなくなっちゃったわけじゃない？で私よりもっと悲惨な人はもっといると思うんだけど、もう行動に移しちゃってて、走り出してる時にこの状況になっちゃったとか、それは結構考えるだけでゾッとするよね。私はまあそれをする手前だったからなんだけど、でもなんかさ、この今のね状況でなんかもう、どうしこのさ、この燃えただったこのギラギラとしたさ希望とか野望とか、あとね感情とかさが今こう止めなきゃいけないわけよ。やめなくてはいいわけ。でも止めなきゃいけないわけよね、止める。でもさ、私は人間だってさ、普通に毎日生活しなきゃいけなくって、この感情をじゃあどこにぶつけたらいいのって感じじゃん。ストレスにもなるし、でも
私は一番初めにまずお母さんだから、子供たちの世話しなきゃいけないし、この非常事態の下で子供たちをさ、しっかりと育児しなきゃいけないわけじゃない。ホームスクールして、しっかりちゃんとした栄養のあるものを食べさせて、で健康でいられるように運動させて、じゃん、そういうのもしなきゃいけないじゃない。で、なんだろうね、そういうさ、子供たちにしっかりとした生活を今ね、子供たちがこう充実したって思ってもらえるように、私が手助けしてあげなきゃいけない毎日じゃないですか。ね。だからさ、そういう、それもベストで尽くしてあげなきゃいけないけど、でもそういったさ、その野望とか感情とかもあって、でそれがどこにこうやっていいか分からなくてっていう感じなの。 でさ、タイミングいいことに、うちの旦那さんのお仕事解雇になったのね。 このタイミングで、もしね、今日本に帰れる状況だったら、おお、タイミングいいじゃんっていう感じなんだけど、そういう状況じゃないし、だけどね、結構びっくりしてなくって、びっくりしてないっていうか、なんていうの、絶望な感じではなくって、なんでかっていうと、うちの旦那、前もなんかちらほらビログで言ってたけどさ、うわ怖っ、うちの子見てる。 そう、ビログでもちらほら言ってたけど、うちの旦那、株が好きでね、株、ストックが好きで、仕事を普通に、ほら、あった仕事をしながら、時間がある時に株とかやってたんですよ。で、もう株何年も何年もやってんだけど、なんか彼は、まあ、うまくなりたい、株、このほら、ストックする人たちいるじゃない。株をさ、ディアルする、なんていうの、ストックトレーダー。起きた。何をしてくれ。でね、うちの旦那さ、お仕事しながら株やってて、で、持ってた株が、このコロナの関係もあって、すごい、ヒットしたんだよね。で、ちょっとクッションがあるような状況で今だから、なんていうの、ホームレスとかさ、そういう、なんていうのかな、生活が超やばい、やばい、死ぬみたいな、そういう状況では最悪、幸いになくって、今そんな状況なんですよ。だからやばいよね、びっくりじゃない、なんか。で、全然うちの旦那さんがね、お仕事を解雇になったのを、私的には逆にちょっとこう安心したみたいな感じで、っていうのもしてたお仕事がさ、すごいこう本人がストレスを感じてたわけよ。で、ストレス抱えながら仕事行ってるの見てたし、私すごい嫌だったんですよね、それが。絶対良くないじゃない、健康的にも。だし、そうだから、結構その解雇にあって、なんていうの、もうこの人はこのストレス感じなくていいんだっていうストレス、解雇にあって、もうこの人はストレスにこう、何、サラウンドされる必要はないんだっていう安心があるわけですよ。で、
今旦那何してるかっていうと、毎日フルタイムで、まあ、株やっててさ、フルタイムでいけんじゃねえのっていうふうに私は思うんですけどね。でもやっぱりこう必要なものとかがまだ十分にないから、例えばこう何個スクリーンが必要だとかさ、なんかあるみたいね。私はあんま詳しくないんだけど、スクリーンが何個も必要だったりとか、なんかいろいろ必要なものがあるみたいだし、あとそのフルタイムでもしやるんであれば、ちゃんとしたこうプロのさ、この今成功している人たちがオファーしているクラスとかを受けて、ちょっとこうエディケーションして学んでさ、とかやらないといけないみたいだから、フルタイムでやるっていうのは、いきなり今からフルタイムでやって成功するっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、まあ頭のいい人だから、まあ彼がうまくいくと思ったことをやらせてあげて、やりたいと思ったことをやらせてあげて、でやっぱり株やってると楽しいみたいだからね。そうだからな、まあ、そんな感じなんですよ。ね、だからさ 無職っちゃ無職なんだよ 無職っちゃ無職なんだよね。で、まあ、そんな感じなんじゃないですか。でさ、私は私でさ、そのね、旦那はもうフルタイムで、旦那にはフルタイムで株やらせてあげたいから、それを支えたい。だけど子供は3人家にいて、お兄ちゃんはホームスクールして、で娘もホームスクールして、で赤ちゃんって感じじゃない？そんな感じの毎日でですね、なんか私はどうしたらいいのって感じだよね 私はどうしたらいいのっていう感じなんですよ。でさ、こんだけこう毎日さ、子供たちが常に隣にいて、常にアタッチくっついててさ、誰かが私の名前を呼んでるか、誰かが泣いてるかみたいな まあストレスもたまるじゃないのって感じじゃん。で私がね、今こう何したい、時間があれば何したいとかさ聞かれたらさ、お客さんにメイクしたいのね、自分をきれいにっていうか、まあ、それもそうだけど、お客さんにメイクしたいけど、そんな状況にもなれないじゃん今、人呼べるわけでもないし。だからさ、この感情をどういうふうにしていけばいいのみたいな。で、なんか毎晩さ、夜子供が寝た後は自分のセルフケアの時間だから、何をしてるかっていうとね、このクオーレンティーの、なんだっけ、クオーレンティーが始まった時期は、まず一番初め枕目作ってたわけ。ずっと枕目のことしか考えてなかった。これいっぱい作って友達あげたりとかして、自分家に飾ったりとかして超楽しいのね。でそれがだんだんこうちょっとこう満足になってきて、そしたら何やり始めたんだっけ、アクセサリー作り始めたんだ こういうビーズでアクセサリー作り始めたわけよ。可愛いでしょ。作り始めて、娘に許可作り始めて ビーズ作ったね。でそれでだんだんちょっとこういろいろ満足し始めたら、そのアクセサリー作るのに満足し始めたら、今度ネットフリックスでドラマ見始めたわけ。ドラマね、結構殺人系とか、あとドキュメンタリーとか、そういうのを子供が
子供が寝た後に見始めてじゃん。でそのさ、最近はそのドラマとかを見ながら顔をねマッサージして、フェイシャルを自分でしながら、フェイシャルマッサージしながらネットフリックス見て、でワインを1杯だけ飲むみたいな、ワングラス飲むみたいな、なんかそんな感じなわけ最近。なんだけどさ、それはそれで自分のことをハッピーにしてるし、なんか ハッピーにする時間だし大事だから大事なんだけど、なんかさ、昨日ね夜子供たち寝てから旦那と喋っててね、なんかこれをさやってて自分のさストレスとか解消できてさ、自分がちょっとこう満たされるくて OK だけど、これをやってることによって私が何になるとか考えると別に変化はないわけよ。これいうことをしてることによって何か成長してるかって言ったら別にそうではないわけ。なんか今の自分のなんか安定した精神を保つというか、メンタルを保つというか、まあそういうものじゃん。だけどさ、なんか私はさ常に成長してたくって、常にこう前進していたいわけですよ。たとえ子供がいれど、ね、人間としてさ、何でもいいよ。常に前進していたいわけ。で、今私が前進している、今でも前進しているんだけど、何が前進しているかって言うと、まあ、その子供たちが成長するじゃない？前進して成長しているじゃない？それを手助けしているから、私は大事な仕事をしているんだけども、自分自身にとってさ、何かこう前進して、自分が何かになるために成長しているかっていうとクエスチョンなわけ。それで昨日うちの旦那と話しててね、この毎日はその自分の子供がね安全に生活できてさ、この学力についていって、で健康でいるためにの手助けを母親としてしている意味では、毎日意味があるんだけど、でも自分自身にとっては変化がなくって、成長する感じがなくって、歯がゆいし、こう何かこうやりたいと大きくプランして、夢だったことがこう今実現もできないし、身動きも取れないし、ような状況でどうしたもんかなと 旦那と話しててさ。そしたら、これは別にやめる必要はないんだよね。今とりあえず止めなきゃいけないような状況っていうだけだから、その間になんかこうね、自分にできることをって考えたわけ。でそしたらまたなんか学べばいいわけですよね。今のこの時間に学ぶことに時間を注ぐ。なんかこう大学行こうかなとか思って今 考えてるところですよ。You wanna take baby? Where are you guys going? Huh? そうだからさ、なんか大学行こうかな。大学行ってバチラーあたり取ろうかなと今考えております。
だからさ、何について、専攻を何にするかっていうのを今考えてるところ。うちはね、昔から私の旦那もすごい、なんていうの、そういうところすごい協力してくれるんだけど、そのさ、学力、学ぶことに対してかかるお金っていうのはかけるべきだと思うわけですよ。だからうちスチューデントローンすごいあるんだけどさ 学生ローンあるんだけど、でもそれでも学ぶことにもお金がかかるわけじゃん。で、それに対してかかるお金っていうのは惜しまなくていいっていうのが私と旦那の考えなんですよ。だから、まあそれで、そう、とりあえずなんか、まあバチェラーでも取ろうかなって思ってて今。で、昨日ね、旦那と話してて見出したわけですよ。そんな感じでね。うちの旦那がさ、お仕事今ないわけじゃん。で、まあ探してるわけよね。もしかしたらね、どっか違う州に引っ越すかもしれないしさ、仕事見つかったっていうタイミングで、その仕事の関係でもしかしたらまた引っ越すかもしれないし、なんか本当はよく分かんなくなってきたんだけど、私はさ、とりあえず旦那さんがね、家族の大黒柱で今で、それをサポートしなきゃいけないわけじゃん。だから私はサポートしている間は子供たちが小さいから、どうしてもステイホームママでいなきゃいけないわけね。で、その間は正直何もできないよね。今まで子供アメリカで育ててきて分かったけど、できるよ、サイドでやったりとかいろいろやってきたけど、やっぱりね、寝ている間を削って、こうサイドで何かお仕事をし始めようとしたりとかで、やろうと思えばできるわけ、全然。あと、その旦那さんがお休みの時、週末とかにやるとかできるんだけど、どうしてもさ、そのさ、いいとこまではいけるんだけど、それ以上行きたいって思い始めた頃になると、そこに行くまでがすごいやっぱり難しいわけね。でさ、それを上手にバランスよくやっている人も多分世の中にいっぱいいるんだけど、私はそれでやりたいって思った時にこの非常事態になってしまったから、とりあえず今この状況でどういったこと、なんかこのさ、非常事態になって、異常事態になって、それでも自分のやりたいことをやり続けれるのって、難しいよね。Thank you.
Thank you.